表メンバー発表、衝撃のマドリー所属黎明。スペイン代表がメンバー発表、レアルマドリードからは選出黎明となった。これは2021年以来3年ぶりの出来事。カルバハルが負傷し、ナチョがもうクラブにいないことを考えると論理的だ。一体誰を呼べと言うんだ？カルバハルは怪我、セバージョスは全然試合に出てない、ナチョとホセルは去ったし、バスケスはサイドバックとして能力が低い。むしろ、このチームにスペイン人がまだいるのかを疑うべきじゃないか。よく考えてみたらカルバハル以外に誰もいない。首都のクラブ、国内最大のクラブなのに、ハイレベルのスペイン人がほとんどいないというのは、なんということだろう。知らないなら黙っておけ、マドリードは昔からこういうクラブだよ。セバージョス、バスケス、フラン・ガルシア、バジェホを呼ぶわけじゃないし、スペイン人がいないのは当然だ。それでいいんだよ、彼らは練習に集中できるからね。スペイン人を使わなければいけないルールはありません。スペイン代表からレアル勢がいなくなったな。これからはバルセロナの新時代だ。ペドリもヤマルもカサドもオルモもみんな怪我なく帰ってきてねー。さすがにガビ入ってなくてよかった。デラフエンテだから不安だった。デラフエンテはアホなんか？どう考えたら頭部負傷した直後のモラタを招集しようと思うんだよ。マドリードどの選手もこんなの気にしてない。